ダイスさん、ハンナちゃん、ムーさん、シジュウカラさん、ミッミーさん、スケヒラさん、おはようございます。ユーシュンさん、おはようございます。鈴木一郎さん、3日連続とか聞いてないさん、ワイマツさん、ヒサさん、ヤスさん、おはようございます。すいません、申し訳ありません。おはよう、すいませんでした。どこまで読んだ、まあ、ヒサさん、ヤスさん、タスクさん、ガーガーさん、タカピッピさん、トロネオさん、ディアさん、伊賀の藤丸さん、おはようございます。アリコちゃん、おはよう。ドリーマーさん、おはようございます。 FTO さん、ハート、ありがとうございます。おはようございます。本当にすいません、マジでびっくりした、ごめんなさい。ありがとうございます。ユーシュンさん、お疲れファイト、ありがとうございます。モーコンさん、カンさん、おはようございます。そう、40分やります。そう、もともと40分枠だった。そう、傾けすぎ、もともと40分枠だったんだ。だからちょっと待って、今締めのためにこのまま変えます。勝さん、おはようございます。確かにそれ、ね、本当に欲しいじゃなくてましてよかった、ごめんなさい、早起きさせといて。いや、普通にお仕事の方はそう、起きてるかもしれないけどさ、このために起きてる人もいるかもしれないやん。ごめんなさい、マジで。汚ねえ。ごめんなさい。しかも31分だったし、申し訳ありませんでした。はるかちゃん、おはよう、ありがとう、本当に。そう、寝坊しました。てか、はるかちゃんが起こしてくれた。なんなら丸松三角さん、おはようございます。本当に詫びても詫びきれない。お仕事中お疲れ様、ありがとう、いつも。バンフィーさん、おはようございます。あ、ちょっと待って、コキンさん、おはようございます。モーコンさん、CA 隊34人目、ありがとうございます。もうすいません。ヒロ君、お誕生日おめでとう。5日だもんね。素敵な1年、ごめんこんな美女で。素敵な1年にしてください。コキンさん、ハート、ありがとうございます。マー君、ん、どこだい、どこだい、私今どこを読んでるんだい。マー君、とことこさん、藤うさぎさん、おはようございます。丸松三角さん、どこや、ぽぽくばちゃん、ありがとうございます。コキンさん、ハート、え、これ言った？言ってないね。ありがとうございます。藤うさぎさん、ハート、ありがとうございます。クロスストーンさん、ケースケースさん、おはようございます。ちなみに私も今日出す、あ、そうなの？大丈夫。3日連続とか聞いてないさ、ファイト、ありがとうございます。バンフィーさん、ラブレター、ありがとうございます。マー君、ハート、ありがとうございます。慎太郎さん、虎猫さん、おはようございます。バンフィーさん、ミーミーさん、ハート、ありがとうございます。ねえ、本当に体調とか心配してくれるの、こんな状況で。大丈夫です、ありがとうございます。すいません、本当に。シューさん、天使のあけまえさん、おはようございます。待って、どこ、丸松三角さん、虫眼鏡、ありがとうございます。四十倉さんも、ハート、ありがとうございます。キキさん、バンブーさん、おはようございます。あ、四十倉さん、ファイト、ありがとうございます、頑張ります。はるかちゃんも、ハート、ありがとう。もうさっさとメイクしろよって話ですよね。します、すみません。キキさん、ハート、ありがとうございます。もう本当に焦った。なんかちょっと言い訳タイムね、言い訳タイムさせて。言い訳タイムっていうか、ちょっと私の主張を聞いて。言い訳です。あのね、
6時45分と7時、あ、どちらだ、7時じゃないや、6時45分と6時50分に目覚ましかけてて、で、なんか謎に6時45分の方多分止めてなかったんだろうね、まあ、6時45分の方だけ生き残ってて、あの見たらね、さっき生き残っててっていうことは多分起きてない。私と同じこと言ってるカズさん、ミッチさん、おはようございます。ガタジエさん、おはようございます。え、そう、目覚まし、え、でもその50分のやつは消した記憶ないの？っていうか、なんならその目覚ましとはるかちゃんの電話が一緒になってるみたいな感じだったの。え、それで、おや、どうした、あ、はるかちゃん寝ぼけてるわかわいいなと思ってたら、めっちゃ寝坊してるやんけってなって、すごく目が覚めましたごめんなさい、申し訳ありません高瀬あゆ太郎さん、こんばんは。間違えた、おはようございます。もうボケてるわねえ、もう、ガウさん、バンブーさん、ハートありがとうございます。その寝ぼけてるの私です。だいぶびっくりした、本当に申し訳ないです。シグさん、おはようございます。ガウさん、バンブーさん、ハートありがとうございます。慎太郎さん、ファイトありがとうございます。ニックネームさん、おはようございます。そう、そういうことでございました。はい、言い訳タイム終わりです。土踏みさん、おはようございます。もう問答無用です、遅刻です。あ、具合悪くて受けない、ありがとう。え、直した時間も違う？え、嘘、あ、1分か、間違えた、もうやばいんだけど、ちょっと待って、ねえ、大丈夫そう、怖っ、遡ってたよ、しっかり、やべえよ、ほんとマジでやばい、ごめんなさいありがとう、教えてくれて。何とか言って、あおちゃん、おはようございます。あー、まーちゃんが生きてくれ、ねえ、ありがとう。なんかすいません、ちょっとやってきますね、メイク、なんか一瞬終わらないまま、あの時間終わりそう。え、マジでやばい、ほんとすいません、もう何から何まで週2時間配信、やばい、ルール無視しすぎでしょヒロゴンさん、シャムさん、ユタカさん、おはようございます。いや、動揺が伺えるよね、一言。え、ショールームじゃないや、あれは間違ってないよね、ツイッターは間違ってないよね。ねえ、焦る、本当に、うん。あ、バンブーさん、ミッチさん、ハートありがとうございます。ちょっとごめんなさい、ハートありがとうございます。すいません、おでこ、おでこ露出したりちょっと高見さん、おはようございます。あー、マンマに言われてもらって良かったです。すいません、こんな、あー、マンさんの場所を確認したところ、ありがとう、いってらっしゃい、気をつけて、無事に行ってきてください。あ、
あー、しかも空っぽ入れようと思ったんで忘れちゃった。もうやだやだ、大ボケ。どうすんの本当に。皆さんおはようございます。あ、私も電車で課題やるので、これえー、偉いよ。いってらっしゃい、気をつけてね。また連絡します。ありがとう、いってらっしゃい。ハッピーアイスクリームさん、おはようございます。豊さん、ハート、ありがとうございます。優しい子だ、本当にいい子だ。ラッキーだよね。あ、まだまだ、ありがとう、頑張るよ。ラッキーですよね、私って。アープクさん、おはようございます。ヒロヒロヒロさん、おはようございます。虫眼鏡、ね、ありがとうございます。ちょっとカラコンを入れさせていただきます。もう本当にバカだ。おかしいでしょ、何これ。つぐみかいさん、おはようございます。初見さん、ありがとうございます。カピオジさん、おはようございます。ポコさん、おはようございます。カピオジさん、ハート、ありがとうございます。アメちゃん、おはようございます。マジで、あの、ほんと自分が悪いんだけど、ほんとに心臓がね、心臓がヒュッてなる、こういう時。学校寝坊した時よりやばいんだけどな、気持ち的に。リベドラさん、おはようございます。もうさ、でもさ、あの、ほんとこんな状況で申し訳ないけど、目覚めは良かったよね。もう寝ぼけてたけど、あ、なんて言えばいいの、あの子、うわー、なんか起きたけど眠い、まだ寝たいみたいなのがもう一切ないっていう状況でした。寝坊したんです、私。本当は7時から7時40分の予定だと、もうとっくに終わってる予定だったんですけどね、配信。かゆい。豆の目さん、トトロのおなかさん、おはようございます。リベドラさん、ハート、ありがとうございます。いや本当にね、びっくりした。気をつけます。そんなに遅く寝たわけじゃないんだけどな、だから余計びっくりして。なんかこれでさ、例えばさ、3時とか4時とかに寝てたとしたら、まあ寝坊するわな、そりゃっていう感じなの、自分的にも。ひささん、だるま、ありがとうございます。よしちゃん、おはようございます。いや全然そんな謝らないでください、私が全部悪いんで。てつさん、おはようございます。え、そうなのにさ、びっくりしちゃった。移動したり疲れてそうなのかな、気づいてない疲れってこと。気づいてないっていうか、そこまで自覚してない疲れってことか。ひささん、ハート、ありがとうございます。本当にね、申し訳ない、すいませんでした。万象堂さん、トンテンさん、おはようございます。まあ確かにね、本当にもう本当に、あの、そう、星じゃなくてまだよかった。てつさん、虫眼鏡、ありがとうございます。あれはほら、時間が関係してるからさ、
ね、寝坊ってなるとなかなか調整が難しくなるっていうか、みんなそれこそみんなにね迷惑かけてるからね、だいぶとかなるから、まあまだ良かったということに したい。それでもみんなが言うことだから、私じゃなくて。カズーさんおはようございます。テツさん虫眼鏡ありがとうございます。白郎さんおはようございます。ね、本当に大焦り。以前の塩の方がイベントしてますか、かね。確かにそうなのよ、本当にそうなの。そうそうそう、なんかね最初本当にあのこのイベントがさ、まあさ、あの仕様がね変わって、ショールーム自体の仕様が変わってからさ、初めてのイベントなんだけど、なんかあのやっぱほら星じゃないから、その時間がね大丈夫っていうのだと、3時間ほら開けなくていいっていう風になってるから、マックス時315号さんおはようございます。そうだからなんかちょっと楽にはなったけどみたいな。でもなんかそれはそれで意外と寂しいかもみたいなね話になった。確かに4時15捨て押しで配信送るために、そりゃそうだ、間違いないよ。私ももっとメンタルやられてる、もうなんて詫びたらいいかって。小狐さんハートありがとうございます。やけるさんおはようございます。それでもう必死に直した時間がもう8時31分からもう8時11分とか、もうわけわかんないこと書いてて、もうそれすらも気づかずにみんなに教えてもらって、あーとかなるっていう。しっかりしてくれ。のりっこさんおはようございます。ハートありがとうございます。もう78時見えるでしょ、もうやばいよね、もうここです、こう4時31分。ママが寝坊するの珍しい。いやほんと今日はマジで聞こえなかった。なんか私が寝坊する時って大体二度寝して寝坊するんだよ。なんか配信の時はあの普通に起きれなくて寝坊の時なんだけど、ミルクテイさんおはようございます。なんか学校とかで寝坊する時ってまあ二度寝して寝坊すんの大体。最初は普通にその時間に起きられてるのに、起きるの嫌だなってなってもう一回寝ちゃって寝坊するのね。だけど今日マジで聞こえなかった。言い訳ですよ、ご言い訳タイムね今。本当に申し訳ない。田内さんおはようございます。フレッシュミヨリンさんおはようございます。マサトンさん、マスルさんおはようございます。カズミンさんハートありがとうございます。田内さん魔女のお帽子と、あと怪盗猫ちゃんありがとうございます。とりあえず気合いないまで、ありがとう。そうね、切り替えていこう。とりあえずもうやってしまったことはもう変えられないからね、ここからどう巻き返していくかがやっぱり重要。一
つまでも落ち込んでいても時間が戻るわけではないので、しっかりやります。ギバさん、カオナスさん、おはようございます。クマ3頭立てこもり、すごい。二の名は借りすぎて社会人になって50回以上で体調悪いって言うケースが。そうなんだ。そうなの。なんかさ、そうそう、起きるの嫌で寝坊、あ、寝坊じゃないや、二度寝して寝坊するはねよくあるんだけど、今日はマジで一個も聞こえなかった。大変だな、クマって人と違って説得とかできないもんね、クマってねまあまあまあ落ち着いてとか言ってもダメじゃん。ポン吉さん、神の実さん、おはようございます。そう、眠り深かったのかな。 MS さん、おはようございます。マジびっくり、みんなが一番びっくりだよね。クマが立てこもり、確かにね。大変だよね。でも怖いだろうね、普通にさ、立ち向かっていく側もさ。グフさん、おはようございます。ね、危ない、普通に危険度高め。さっさとしないと間に合わない、私早くして、時間内に終えられないとかなりそうでやだ。こんな時にすいませんね。眉毛綺麗でめっちゃ嬉しい昨日眉毛サロン行ったんですけど、眉毛綺麗でめっちゃ嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。意味わかんないさすぎる。あ、そっか、冬眠前おい出てこいとか言ってね、言ってもさ無理やん無理やん。びっくりしなかった、ただやらかしたのやらかしました。どうしようかな、何色にしようかな、今日シャドウ。めっちゃ迷うけど、めっちゃ迷うけどピンクブラウンにします。ヨッピさん、おはようございます。確かにプーさんの立て込みかわいい。いや、でこだしはごめんなさい、ちょっと勘弁してくださいそれ以外なら何でもやるから、でこだしちょっとすみません勘弁してください。布団に立てこもるわはい、立てこもり事件、本当に キラキラのラメを塗ってピンクを塗って、いつもとそんな変わんないかも。最近結構ピンク系のシャドウを塗ることが増えました。昔はもうブラウン一筋だったんですけど、なんかあの、それこそあかりんさんがね、あのピンクとブラウン、今みたいにピンクとブラウンが混ざったシャドウをさ売ってくれていることにより、ピンクとブラウンって混ぜていいんだっていうね。なんか勝手にさ、ピンクはピンクみたいな、でブラウンはブラウンみたいな、なんかその固定概念じゃないけどさ、そういうのがあったのよ私の中で。そう、ももさん、おはようございます。なんでもってことは超高めずにしまってやばい、そういうことじゃないんだよな。
そう、なんか混ぜたことなかったなーって感じで、あ、だからベースにピンクを塗ることが増えたって感じかな。でこういうところに、あの二重幅に茶色を塗ってちょっと深みを、目元に深みを出したりするのが好き最近は。やっぱ盛れる、なんかで涙袋をがっつり作っていく。こういう感じで、ちょっと濃いですね涙。すごいです。あ、こんな感じ。勝俊さんおはようございます。でそしたらまぶたに塗ったピンクをもう一回ここに塗ります。弟のお目目の形もいいから嬉しい。嬉しい。こんな感じでだいぶ幅広めに。こんな感じでね。入れたら、あ、テロップ出てない。そう、テロップは書いてあるし、私のところにも出てる一応。そう、画面ずれる時あるよねたまに。したら、マックス時315号さん、親衛隊35人目、ありがとうございます。ありがとう、嬉しいね。35人もいるぜ。そしたら二重幅に塗った茶色をこの元の筆に取って、こういうところをちょっとこう埋めていく。でこの辺までこうぼかす、若干ね。若干こうしてちょっとこう深みを持たせます。目に、目元に。でそしたらちょっと一旦この辺でチークでも塗っとこうか。白いアルパカさん、カラさんおはようございます。そしたらチークを、うん、この辺にふわっと入れます。りょうたろうさんおはようございます。こんな感じでね、こんな感じでふわっと入れて、したらラメを塗る。このギラギラゴールドラメ、え、10分だよを指に取って、まぶた真ん中ら辺に塗っていく。いつもと、うん、汗かいてが普通な、うん、今更ね。秋広さんおはようございます。初見さんありがとうございます。独創部さんおはようございます。そう、こんな感じでこう塗っていく。反対も同じ感じ。けいちゃんおはようございます。けいちゃん虫眼鏡ありがとうございます。さんちゃんおはようございます。こんな感じでね塗る。あ、アランさん、会社も無理やり到着するので5年に失礼します。ありがとう、いってらっしゃい、気をつけて。ありがとうございます。でこうやって塗れたら、この涙袋の真ん中ら辺にも同じラメを塗ります。
こんな感じで、こんな感じでこうやって塗る。したらこのよく使ってるピンクのラメを出して、ジズさんおはようございます。したらもう一回手に取って、これは涙袋にだけつける、重ねて、うん、ちょっとね、これ多分輝きが増すから見てて。8時過ぎたので帰宅します。いたし、ありがとう。気をつけて帰ってください。こっちの方がね、粒が、ラメの粒が細かい。一回連続とか聞いてないさん、かわいい、ありがとうございます。そう、すごい綺麗にね、キラッと光ってくれるので結構好きでよく使ってる。あ、スカワさんおはようございます。おはようございます。寝坊しました。ソーリーさんおはようございます。何するんだっけ次。あ、マスカラなど。あれ、寝坊するからちょっと。もう本当に焦った。あれ？マスカラ下地が消えた。わーん、やばい、やばい。スカワさん、愛情横タワー、レインボータワー、ありがとうございます。本当なら終わってたもん、とっくに。ありがとうございます。本当にちょっと待って、え、マスカラ下地がない。ちょっと待って、早くして。私6分しかないから、ちょっと待ってね。引いて、キミドラさんおはようございます。ツンちゃん、あ、何、ぶっ壊れたんですけど。あ、取れただけみたいでした。またつきそうです。ちょっと一旦ね、動揺をしない。ツンちゃんさんおはようございます。あ、ツンちゃん、魔女のお帽子ありがとうございます。よし、アイライン引いて。ザンさんおはようございます。あ、カラさんお時間ありがとう。髪の毛の色が黒と茶色って分かる。あ、本当に？本当？あれかな、光の加減。椎名さんおはようございます。そう、時間変更書いてるけど、
すごいか驚異の22時間配信になるところだった。焦りすぎて8時31分って書いてるからね、最初7時31分にしました。すいません、前髪のとこで黒くて他じゃない、やばいじゃん、すごい まばらまだら、逆にねみたいな。あー須川さんレインボータワーありがとうございます。天仙さんおはようございます。ちょっと合ってるかな。初見さんありがとうございます。22時間喋ってられないでしょ、喋ってられないよさすがに。あー須川さんエンジェルクマちゃんタワーありがとうございます。え今日珍しい朝から、よしさんおはようございます。こんな感じ、ちょっと顔どんな、こんなかいいじゃん。よしあと3分ね、オッケー、終わる終わる、余裕で終わる。うん、あと2分でメイク終了するよ、もちろん。本来だったらね15分ぐらいでバババってできるんだけどね、喋りながらやるとね、どうしても。メルさんおはようございます。だるまありがとうございます。かわいい結婚したどのタイミング。よし、ちょっとじゃあ塗りながら締めくくるね。いや、やめよう、それは。ちょっと待って。よし、はい、OKOKOK。はい、皆さん今日はですね、本当に朝からお騒がせして申し訳ありませんでした。あ、皆さんおはようございます。はい。ということで、慌ただしくお送りいたしましたが、一旦メイクの方完成いたしました。ありがとうございます、はい、夜の配信はねこのままの時間でやらせていただきますので、皆さん何卒お付き合いいただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。ということで皆さん今日も良い一日になりますように。また夜お会いしましょう。ありがとうございました。朝からすいませんでした。ありがとう。バイバーイ。